はい、皆さんこんこにちはアロマサロンエンエパワーの宮里です今日はあのどうしてデビッド・スターリング社長が250までしか話さないかについて簡単に話したいと思います。あのデビッド・スターリング社長はあの1,500までのこの仕組みを作ったんですけれども「パワー・オブ・スリー」というねでこのようになっています。えっとまあ 別の動画でもパワーオブ3をあの取得する条件について話しているので、まあ、簡単に言いますと自分が、えー、とリワードプログラム100ポイントをやっているこれが一つ目そして2つ目は自分の最低3人3人なのでパワーオブ3と言います。でその 本当にパワーがあるっていうことですね。そしてパワーオブスリーその最低3人が同じように LRP リワードプログラム100以上購入をしている。そしてチームボリューム3つ目の条件がチームボリュームといってこの自分と自分の直下ここで言うとこの人とこの人の直下自分と自分の直下で合計かその月 えっと、P v まあチームボリュームなので TV と言ったりしますけれども 600TV って書いてありますねチームボリュームあのチームのボリューム自分も含めてですでえっとが600あればえっとこの最初の段階のまあアメリカで50って言いますけれどもえっと収入が 5, 円入ってきますで1人、えー、とこの4人で600になるためには1人ずつ150購入すればいいです。で 150PV というと大体まあ2万円前後だと思うんですけれどもあのー、まあ2万円前後といえばサプリメントだけじゃなくて。 えとフェイシャルケアだったりヘアケアだったりまあ洗剤とかオイルとかっていうのをあの生活のまあ全面的にあのドテラの製品を使っていけば150は結構家族で使えばあの簡単にいっちゃう金額になると思います。でそのここが。 1> 第,1レベ第1段階までが50って言って5,500そして第2レベルここまで行くと第2レベルで2万 7, 円が入ってきます。でももしあなたが自分が3人をしっかりサポートして本当にドテラのそのドテラを生活の中に取り入れて楽しくやっているなら あのこの人たちも喜びとまた楽しみとそのエネルギーが映ると思うんですけれどもその人たちがこのたった3人を同じようにサポートすることができたら3人が3人ずつで、えっとまあ、最初の頃はサポートが必要かもしれないので3人とその9人ぐらい。 最高でも12人をしっかりとドテラの使い方ドテラの製品の使い方をサポートすれば実はまたこの人たちが同じように自分も自分同じようにやればどん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 この250がこう連鎖していくリプリケートと言いますけれどもそうすると1,500はある意味で理論上は簡単に 作れていきます、ね、ここのラインがすすごく大きいんですこの1段目と2段め、まあ、2レベルまでをしっかりとやれば逆にこの差はもうすごくもうちょっと桁が違ってきますね。なのであのこれをしっかりとにかく自分の3人そしてここの3人ずつを ししっかりとサポートできればここに到達しやすくなりますなのであのぜひ皆さんこれをあの本当にしっかりと理解してしっかりとやっていただければと思います。デビッド・スターリング社長はここまでしか話さなくてここまで話すとそしてここまでしっかりやると。 実はここについてあんまり話さなくても本当にいいという考えのようです。でももちろんこれすごく大事なことです。そしてあのじゃあそのためには何をしたらいいかって言ったらもう本当にまず自分自身が毎日ドテラの製品を使うことです。そしててチームの方が毎日使っているか サポートしててあげてくださいあの毎日使わないとダメだよとかチェックとかではなくてサポートしてあげてくださいそして毎日何かをドテラについてオイルについて健康について学んでくださいそしてドテラの使い方を教えるこれがまあサポートになるんですけれどもあるいは新しい方にオイルの使い方について教えていくそうすると本当に ここの状態を築くことができます。なので皆さんもしこれぐらいあったら主婦の方がこれぐらいあったら外にね仕事に行かなくてもいいですしまあ人によってはもっと収入が欲しいっていう方もねいらっしゃると思います。もちろんドテラはその他にもあのボーナスプランがあるのであの自分次第であの目標を達成することができるんですけれどもぜひ、 これを皆さんがゲットできるようにあのしていただければと思います本当に皆さんが健康そして心のその病だったりそして経済的な自由を得ることができるように「ドテラ」は本当に皆さんをサポートしたい気持ちがいっぱいありますそして私自身も皆さんのサポートをしたいと思っているのでどうぞあの個人的に連絡いただければと思います 少しでも皆さんのお役に立てればチャンネル登録そしてビックリによろしくお願いいたします。ではまた。